シキム民主戦線はインドの政党。地方政党の一つとして位置づけられ、シッキム州で活動している。略称は英語名から SDF としている。結成直後に政権獲得1985年以来、シッキム州の州政権を担ってきた、シッキム闘争会議から分裂して、パワン・クマールチャ・ムリンが1993年に結成した政党である。 チャムリンは当時の州首相で SSP 党首のなるバハドゥール・バンダーリーの独裁的な性格や特権層との癒着に反発して党を割って出た。反バンダーリー勢力の取り込みに成功したチャムリンは SD 改正率直後の1994年衆議会選挙で早くもバンダーリー率いる SSP との一騎打ちの構図に持ち込む。結果は SDF が19議席。 SSP が10議席となり、SDF が州政権を獲得、チャムリンが州首相に就任した。勝員としては、約15年に及ぶバンダーリー政権が存落開発を進めなかったことへの不満が住民の間で募っていたのに対し、SDF が草の根を施行し存落開発重視の姿勢を見せたことが指摘されている。長期政権へこれ以後、1999年、 2004年、2009年の、いずれの衆議会選挙でも SDF は勝利した。この間もチャムリンとバンダーリーの一騎打ちの構図が継続したが、年を追うごとに、チャムリン率いる SDF は、政権基盤を強固にしていった。1999年衆議会選挙では、SDF は、議席数を24議席に増やし、 2004年衆議会選挙では32議席中31議席を獲得する圧勝。2009年衆議会選挙ではついに衆議会32議席を独占する干渉を収めている。湿気無臭に割り当てられているロークサバーの1議席についても、1996年から現在に至るまで SDF が維持している。2004年にバンダーリーが SSP を離れて、 国民会議派に加入したため、以後の衆議会選挙、連邦会員選挙において、SDF は、インクと戦っている。しかし2009年の選挙を経て、連邦レベルでの SDF はインクを含む、統一進歩同盟を支持する立場を取り、現在に至っている。2009年末頃から、州政府閣僚を1994年以来務めて、きた SDF である、レムシントマンで知られるが、 長期政権を維持するチャムリンへの批判、反対を開始している。2013年2月4日、タマンの影響力のもとで、反 SDF を掲げる新党執器無革命戦線が結成され、同年中にタマンが SDF を離党して SKM 党首に就任した。これにより、SDF の最大の政敵は、バンダーリーから SKM に変わることになる。 2014年4月12日の執勤衆議会選挙と連邦会員選挙では SDF と SKM が事実上の一騎打ちを繰り広げた SDF は両選挙で勝利を収めたが衆議会については州と眼徳の選挙区を中心20議席を SKM に奪われ22議席に交代した統制の交代はあったもののチャムリンは5期目の州首相に就任している SDF は 1975年、シッキム併合以来のシッキムのインドへの統合を推進する立場にある。シッキム州はネパール5州であることから、ネパール系インド人としてのアイデンティティを強調する傾向にあるが、その一方で、ネパール国とは一線を画す姿勢をとり、また西ベンガル州ダージリンで再燃している、クルカランド州要求運動には距離を置いている。 州内多数派のネパール系住民だけでなく、レプチャ系住民や州外からの移入者への配慮やバランスを維持し、その上で、シッキムの政治的地位、安全保障の確保と経済発展を目指すことを基本路線としている。SDF と SSP の基本路線については、両者の間でほとんど差がないとされるが、手法の面では、バンダーリーが中央との政治連携を重視したのに対し、 チャムリンは、州内政を重視しているともされる。また2004年の衆議会選挙では、SDF とインド人民党が、中華人民共和国との貿易のため国境解放を推進する立場にあったのに対し、国民会議派に移ったバンダーリーはこれに反対する、姿勢を取った。ありがとうございます。